いつも私の動画に何か写真のようなものを見せながら通る人がいて聞いてみましたけど、自分で写した今見たのは女子高校生の写真だったですね。それをまあ見せてるんですけども、これはちょっと肖像権の侵害になって危険だろうというふうに指摘しまして、分かりました、気をつけますという話なんですけども、ということでした。